懐中電灯熱い。やっぱり俺ここ固定してきてさ、あれだったらしいな。やばい、あ、大丈夫、ちょっと待ってください。画質ちょっと、メガネが曇ってしまった。やばい、720p に落とします。ちょっと熱い、ちょっとダメだ、回転とか熱すぎる。俺前出る？どうする？大丈夫です。じゃあ行きましょう。ん？何の音？これ上がりきれる？なんかかなり上がったよこれ。わかんないですね。まあどっかの配信場所よりは、うん、楽だけど。全然楽ですね。これは何のためになんだろう。これ何か止めてんじゃん。ワイヤーロープでしょこれ。ワイヤーロープですね。ネットワーク不安定です。ああやっぱダメだねこの。これ何を止めてんだろうか、分かんないですよ。あ、網。網？うん、この下に、はい、要は土留め。あー、はいはいはい、うん、それはあれか。さっきそっちにあったもん、網が。あー、そういうことか。うん、それが引っかかってんだよ、多分そうだと思う。ダメだ、大丈夫ですか。大丈夫。あー、サシさんこんばんは、いらっしゃいませ、ね、あれ、ネットワーク不安定で配信があれだな、入れて、あ、つながった、よし。気をつけないと足引っ掛けちゃうな。引っ掛けますね、確かに。こんなワイヤーロープがいい。ちょうどあの、こっちの崖っぷち？うん、崖っぷちですね。崖の方に土留めっていうか、崩れても大丈夫なように網引っ掛けるためのものが。あー、一名様いらっしゃいませ。電波が悪くなった。悪くなりましたね。どっか水流れてるですね。崩れる可能性あるから気をつけないと。すいませんね、ちょっと画質を落として、ちょっとはい、1080p から720p にちょっと画質を落としました。ちょっとあんまが電波が良くないみたいなんで、ちょっとすいません、画質をちょっと落とさせてもらいました。よいしょよいしょ。ん？あー、マリコさん、こんばんはです。ん？あら、大くんお知らせ来たから来てみたら生だったね、くるくるだけど。あー、生です。なんかこれ看板出てる。ん？看板、そこ。あー、出てますね。なんだこの印だけ。ちょっと電波が悪いんで、ちょっと電波がなんか、まあちょっと結構上の方なんで。あ、これだ、これですかね。違う、もっと上。あ、上か。これ違うよ。これ違うわ、うん、これは何なの。これは何か水溜まってるんでしょ、これ流してるんでしょ、これ溜めるんでしょ。あー、そういうことか。これはね、大丈夫、佐渡子出てこないから大丈夫ですね。あー、佐渡子出てこれたって、逃げよったって逃げられない。逃げられませんね。あー、ん？あ、名前変えましたね。ちょっと伊藤大輝を大、あ、ちょっと伊藤をなくして大輝にしました。こんにゃろー。すいませんね、これ雲は嫌いなんで。雲嫌い。そう、雲嫌いなんですよ。ちょっとネットワークが不安定。ちょっと言っちゃえばなんか、なんだろう、水がすごい。山登りって言っちゃえば山登りなんですけど、ちょっとそれでちょっと電波が悪いんで、ちょっとくるくる、ちょっと、うん、ちょっと許してください。ちょっと待ってよ、これいけない。いけないんじゃねえのこれ。ちょっと待って、これいけないかもしれないですね。ちょっとそれは嫌だよ。あ、待って、いける？うっ、え、なに？虫。びっ
くりした、この方がいいわよ、全部は全部はね危険だし。あーマリコさんそうですよね、やっぱりこれいけるけど。いや、いけ、あれだわ、いいんじゃねこれ。あれ、あ、なんかある、あそこかも。あった、なんかちょっと待ってください、ちょっと。いやー雲、これ雲嫌い、こいにやろう。ちょっと待って待って、あった、見つけた、見つけました、やっと来れたよ。うわー雲、こんにやろ。何の配信か分かんないじゃん。雲配信、うん、雲配信ですね。やっと見つけたね、見つけました、目標の場所これです、目標の場所。あ、大丈夫ですか。膝切りしちゃった。あおかしいな、これ井戸があるはずなんだけど、どっかに。あれがそうだったのかな、だと思いますよ。なんかあれな、でもなんか、でも井戸っぽくないですよね、なんか。やっと見つけましたよ、これなんですよ、本題の場所は。2人ともわらわら楽しそう。あー楽しい。まあ楽しいですね。してる？ん？いや、音してないですね。機械音がしてるっていう話聞いたんだけど。いや、機械音全然してないですね。なってんのかな、なんか前に来た人はなんか機械音がするって言ってたんだよね。全然なんか機械音とかはしないんですよ。あ、降ってきちゃったね。降ってきましたね。ちょっと戻ろ、戻りましょう、ちょっとあれ危ないんでちょっと戻ります。危ないからさ、ちょっとあの雨降ってくると、ちょっとあの今ここ結構登ってきたんですよ。で、あれ、あ、なんだろう、その結構滑るんですよ。滑るし、木も結構ね、腐って、そうなんです。で、ちょっとあんまり雨降られると、ちょっと土砂崩れっていうか起きてもおかしくない場所なんで、例えばの木が落ちてくるとか。もうちょっと痛かったんだけどね。ちょっと痛かったんですけど、ちょっとあの雨降ってきちゃったんで、ちょっとあの危険なんで、ちょっと あ、大丈夫ですか。おー、危ねー、ちょっと危険なんで、ちょっとあれ、キャスコのアイス、ありがとうございます。おります、ちょっとあのー、まゆさんこんばんは、いらっしゃいまし。あとまあちょっとあのトンネルに避難も、避難、まあ避難的な。ちょっとね、足元気をつけてねって、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こんな降ってきちゃったな。降ってきましたね。これがそうだったのか、でもこれ蓋閉まってたはずなんだけどな。でも蓋閉まってないですよ。てかでも井戸らしさがないですよね。おかしいな、これ。ここさ、蓋閉まってたと思ったんだけど、気のせいだったのかな、じゃあ。でもこれ、色にしちゃ、あれなんですよ。これ、排水されてません？うん、多分。これ、じゃあこれが、ここが流れてんだよ、ここに。ですよね。溜めてこっちに流してんだよ、ここへ。ってことは、これ橋になってるもん、ここ。橋ってことは、こっちへ行けってことですよね、多分。え、ちょっと大輝くんとこ行ってくるねって、あれ？それ、分かってんだっけ？え、貞子出る？やめて、怖いから。やめてー。やめてー。やめてー。行っちゃうからやめてー。貞子出たら怖い、ね。貞子は怖いですねー。どうします、貞子出たら。本当出たらやばい。猛ダッシュ。猛ダッシュできないって。猛ダッシュして転がり配信。やべえ、死ぬ。自分が死んで、死んでんだっけ。なっちゃいますね。うん、あれ ?3 人コラボじゃなかった。あ、すいません。ミユウさん、ちょっと来れなかったんですよ、今日。なんか、夜勤で結構なんかもう、夜勤明けでちょっとなんか、眠いとかって言ってたんで、まさか無理して来てくださいとはさすがに言えないので、うん、そんな感じです。夜勤で結構疲れちゃってね。びしょびしょ貞子。やめてー。びしょびしょ貞子は怖いでーす。ここ結構声響くね。響きますね、結構。まあ、トンネルよりじゃないですけど、結構響きますよね。うん。やまびこ？やまびこ。でもこれ見つけたからね。見つけたからまあよしとしましょう、うん、まあなんだろう、病院じゃない。あー、岩さんこんばんはです、うん、お疲れ様です。え、誰か来た。岩さんです。あ、来た、来ました。うん、ね、病気じゃなかったら大丈夫です。うん、とりあえずね、ちょっとさっきっていうか夕方連絡したら、うん、ね、なんか夜勤でちょっと眠いからちょっと今回はなんて言ってたんで、よいしょ、気をつけてよ、これ。はい、はい。なんて言いながら俺が最初にかけるんだ。気をつけ、山田さん気をつけないと。
俺の場合眼鏡してるからさ、あこの眼鏡と長になった時は分かんないのよ。それ危ないですね。そう、一番やばいの。結構あれだ、気をつけない、画面ばっか見ない、ちょっと下も見ないと。そう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 、おっとネットワークが不安定って、なんか電波は取れてるんですけど、なんだろう、あれん、どうしました、降ってるか、降ってます、これ今木があるから、木があるから一応そのまあ傘代わりになってるのか、まあ傘代わりになってますね。まあ一応うん、ある意味雨宿り雨宿りそう雨宿り、雨宿りです、ある意味。これ逆ってどうなんだろうね、俺もっとここ険しいと思ってたんだけど、いやなんかちょっとけなんかもうちょい険しい、でもなんかあれですね、うん、あの例のあの八王子のあのあっちの方が険しいですね、うん、あのお山の方がもっと険しいし、登るのも大変だし落ちそうになるし、うん、あそこはもう絶対間違いなくやばいですね、あそこは結構、うん、やばいから、これもう来るしかねえもんですね、行ったら危ないか、ああ行かれるか、行かれますね、ここは崩れなきゃいかれると思うけど、気をつけて、山田さん、ここにね、んこうやって太い木があるこっちか、え、あ、こっち雷になってるって岩さんの場所ですか、嘘、え、こっち雷になって、まさかのここですか岩さん、雷になってんの、あ、そっか、雷になってるってあれか、そっち行こう、んあ、そっちか、あれ、そっちの岩さんのところは雷になってるってことか、嘘、なってんの、でもなんか鳴ってるならこっちもなんか時間の問題っぽいな気もするけどな、いやでもこっちに雲来ないんじゃない、あーでも来ないか、んあそう、あでも逆にこっち雷来たら困りますけどね、やめてーって、雷さんやめてでもそうなっちゃいません、あ、鳥居さんこんばんは、いらっしゃいまし、うん、そうそうってそうそう総理大臣とか言ってやばいやばい総理大臣に怒られる降りてきたね、降りてきましたね、道が見えてきましたよ、結構あそこに道が見えてるってことはなんか今刺されたな、なんか池チクチクするんだけど、え、大丈夫ですか、北海道から見てますよと、ありがとうございます、遠いとこからありがとうございます、あお茶ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、うわっ気をつけてください、うわこう滑るわ、やばいぞ、これ落っこったら間違いなく道路に落っこちるぞ、これ死ぬこれ、うん、あー高松さんさん、お久しぶりです、こんばんはです、うわ大丈夫ですか、あのさっきこの鉄出てるから気をつけて、ここはい鉄鉄、これ鉄出てるんです、これワイヤーロープ引っ掛けるために打ってあるんだな、だと思います、さっきここのとこっちをこっちの奥の方行ったんですよ、で途中で雨降ってきたん、途中ってかまあ目的のまあそのまあトンネル、まあ封鎖されてるトンネルに行って、でとちょっと停電したかったなっていうのもあるんですけど、雨降ってきたからちょっと急遽ちょっと危ないなってなって、そうそうそう、引き返してます、なんで複数人に囲まれてるかもしれないです、気をつけて、あーありがとうございます、男女、え複数人、うん複数人らしいよ、マジか、やばいっすね、それ、うん、ちょっとやばいかも、誰かいない、え、います、今声聞こえなかった、いや、しなかったです、あれ、もしかし、もしかしたら自分が気づかなかっただけっていうのはあるかもしれないんですけど、君だよ、それか伊藤君の声が響いてあれだったのか、そう聞こえたろうか、あー、でもその可能性もありますね、でもよいしょ、やべ、これどこだっけ、どこが道なんだっけ、もうそこは道のはずなんだけど、あーそこはあれですね、やばい、あれこの葉っぱが多いとこですね、もう完璧に下降りてるはずなんだけど、降りてるはずです、木のとこ落っこったら、こんなとこ木刺さったら大変だよ、うわ見てこれ、うわーやばいっす、これ木に足挟まりましたなんかの捕まりましたなんかのあれみたい、押さえられてます、膝を、やばいですね、やべやべやべ、外れね、外れた、だ外れた、よかった、危ない危ない危ないですね、突然なんかぐさっとなんか刺さったから何かなと思って、やべ
はい、やっと地上へ降りてまいりました。え、大丈夫かな、ま、ダメかな、なんか足音しなかった、すみません。こっち行ってみようか。あ、そっち電波ダメです。ダメだな、こっちも、いや、ちょっとトンネル避難しようですね。ダメだ、トンネル避難。そう、愛されてるのねってそう、なんか木に愛されちゃったみたいな。やだ、木に愛されたくない。しかも V の字で今足挟まれましたからねあれ、霧がなくなってない？気のせい。あれ？もっと先だったっけ？あ、もっと先ですね。あ、でも霧なくなってる。あれ？多少収まった？なわけないよな。え、すごい、なに？行走？行走の人がいたんだけど、本当に？マジ？怖いな。女の人の声？木に好かれるヤマトさん。女の人の声？ユアさんは女の人の声したんですか？え、なんだって？ユアさんが女の人の声？ハテナって。マジで？ってあれ言ってるんですよ。あ、一旦落ちますってことですね、トリオさん。うん、いってらっしゃいまし、お待ちしております。思ってる大したことねえのかな。すぐ大きいな。大きいです。ちょっといいや。サドコ連れてきちゃった？やめて。え、うん。え、な、女の声してたんですか？いや、マジか。やばくね？あれ、霧がなくなってる。なくなってる。でも、あれ、なんで霧なくなってんの？浮気相手が？まあそうだね、浮気相手が木じゃね。うん、そりゃそうだ。あ、キャプテンさん、お久しぶりです。でもあれだね、さっきほどではないね。そうなんですよ、なぜかあれ収まっちゃったんですよ。さっき風があったからあれかな。してた、してた、やばいですね。これ逆行かない方がいいかな。あ、逆ですか。逆、こんな雨降ってんで、逆なんて言ったらもうこのままだよ、ずっと。あー、本日やめとく。どうしますか。それかカッパ取りに戻ってやるとか。でもどっちにしたってこっちからじゃ行かれないよ。行かれないですね。だって峠越えしなきゃいけないんだよ、これ歩いて。あー、だとすると今度車が置けない。そうだ、車置けないですね。置けないんだ。 だからここでちょっと、まあちょっと停電しながらみたいな。うん、ちょっとゆっくり歩きながら停電するとか、なんか考えてもらわないと。まあ汗でびちゃびちゃ山本さんすごい汗T シャツ、なんか汗っていうか、あの絞ったらジャーって出そうなぐらい。やばいやばい、それはやばいですね。すごい水が垂れてる。ちょっと持ち替えます。ちょっとすいません、こんなに水がバシャ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 垂れてる。え、なんか声してない。え、あ、違う、水が反射してるだけか。びっくりさせないでよやーべー。え、誰か声が響き始めた。え、奥の方誰か来てません？声してるんですよ。誰かいるな。誰かいるんですよ。警察とかじゃないですかね。いや、行くだけ。ああ、やつですね。来た。いや、俺の声聞いてないかも。誰か来てるっぽいような気もするんですよね、声的に。ちょっとまたちょっと少し電波が悪くなるかもしれないんですけど、そこはちょっとお許しを。誰か奥の方にいません？え、やっぱりさっき見えたの人間？いや、人はいなかったですね。人はいない。うん、いない。人はいなかったんですよ。てか、あんなとこ逆に人が来たら逆にお前どっから来たんだよ。怖い。怖いですよ。ちょっとこれでちょっと反転します。今来た方向にちょっと反転します。裏のところはどんな感じ？結構霧が。誰が来てると思うこと。は今のところもないし、いる気配もないので、このまままた反転してる。来た方向に。何の声か分かんなかったんですけど、こういうなんか奥の方で。なんか誰か来たい、なんか来てるような。この影もなんかすごくない？人影みたいな。ん？どうですか？ここ。この場所。ああ。追い殺されるような形してる。
なんかシミが出てる。うん、大工くん DM したよ、スクショ。あ、了解です、岩さんありがとうございます。ちょっと待って、こっちで見れる、あ、見れないわ。あの、今両方で収録してるんで、ちょっとすいません、後でちょっと確認します。あ、両方で収録ってしてるっていうか、これは絵なの？どれで？あ、絵だ、顔の絵なんだ。ですね、顔の絵ですね。ちょっとエクスペリアで収録して、このアクオスで配信してるんで、ちょっと今ちょっと見れないんで、後で確認します。雲か、びっくりしたー。なんか誰かいるのかと思った。いや違う、クモの巣が今の。クモの巣すげーな、これ。あ、こっち来ると霧ひどくなるんだよ。よくなりますね、うん、だんだんなんか霧が深くなってきてる。ってことはあれなのか、うん、見れる時でいい。 ありがとうございます。でも人は来ないですね。多分俺たちの声で響いたんだな。あー、でもその可能性もありますね。それとは何、この水の音。あー、それで違うように聞こえただけか。じゃあそれでもうちょっと先行くと、また俺たちの声がおかしな声。うん、確かに。ほら、あー、響きがすごいですよね、なんか。そう、なんかすごい響くんですよ。あれ、でもここ来たら響かん。あれ、あれ、はい、あ、ここら辺来たらここ響かない。なんか響かない場所ありましたよね。一瞬響かないところありましたよね。だってなんか一瞬響かないところがあったんですよ。なんかさっきのあー言って、なんかおめえら何やってんだって思われそうですけど。響かないところがあったんですよ。すごいな、これ。もう霧がすごくて、ですね。なんかあれだな、武器。なんか模様、なんかこの携帯で見ると模様があれだよな、なんか。人影に見える。人影に見えますよね。あれ、なんか俺のピントが合わない。ここはちょっと。だってなんか話を、トラックで弾き飛ばされた人がだってここになんか人の跡がついた。前や。山田さんが言ってる。ん？あ、どうした？なんか匂い変わった？え？ん？変わってないか。匂い？なんかその、ちょっとでもこれ髪臭いよな。なんか臭いですよね、うん、なんか匂い変わり、なんかあれですよね。来ましたね、誰か。今足立てタンタンって。しましたね、タンタンって。やっぱり人がいたんじゃないですか。ちょっと行ってみます。ちょっとまあ、うん、線香の匂いはしない。うん、しないしないしない。線香っていうよりも、ちょっとカビ、カビ臭い、うん、カビ臭い。ちょっと、うん、結構ね、これ今下見せるけど、路面がね、これ黒くなってるところに濡れてるんですよ、ずっと。で、砂ぼこりとかね、すごいですよ、結構。なん、この数字は何なんでしょうね、なんかこの10とかって。10は何なの？なんか、あと、しようと思ったら数字なんだろうね。なんか、あと10メーターとかっていう印とかじゃないですか。わー、ね、10メーター聞かないですね。10メーターじゃ聞かないですね、全然。人の顔みたいな。なんか人の顔のような。
うん、霧がすごい、うん、これでも大体霧少なくなったもんですよ。霧が来た時なんて真っ白で、何が何だかさっぱり分かんないぐらい真っ白で、分かんなかったですね。でもトンネルなんか寒かったぐらいなんですけど、今こうそんなに寒くはないし、うん、霧もだいぶ収まったんで、それはさっきのさっきの変な落書き、ここに蜘蛛の巣、あーこれのことか。それがあったら、あ、ここに ここに蜘蛛の巣があるんですよ。これ垂れ下がってる、あ見えない、こっちこれ、あ俺このこれのことを、あこれのこと言ってんだみたいな、最初気づかなかったんですよ。あ、お好きなように読んでください。いやいやいや、すいません、私も結構目が悪いんでね、読み間違えたりとか、ね、うっかりするから、どうぞ忘れちゃってたらやっぱり誰かいません？え？誰かやっぱいません？誰か？女の人の声とかしません？そう。奥の方から。どっちどっち？そっち？そっち？誰かいると思うんですよ。たら怖いじゃん。ん？は、うん？吹き上げ、まあそこはご相談にお任せしますキャプテンさん。ただ多分キャプテンさんも多分ですけど行ったことあります。ああなるほど。多分ですけど。なんか声がしたんですよ。女の人の。はい。後ろ。いや前の方ですよ。あっ風向き変わった。今度こっち。こっちが気になるすごいんだから。ですね。え、動けない、何で動けない。え？すごいっすね。滝のように水が流れてる。ん？了解、すまん、コメン消しとく。米消しておくわ。あー、キャプテンさん、大丈夫ですよ。すいませんね、はい？カゴメ歌ってみてだって、マユミさん。いや、俺カゴメの歌知らないですよ。カゴメって歌ってみて。その歌知らない？いや、わかんない、知らないです。知らないのか。知らないんだって、マユミさん。カゴメは知らない、知ってるんですけど、あと知らないです。カゴメってやつ、あれで、ソースの子じゃないの？いや、知ってます、知ってます、歌ですよ。キャプテンさん、すいませんね、ちょっと、ちょっと、場所をちょっと、非公開にしてるんですよ。すいません、キャプテンさん。もう知らないらしいです。うん、歌知らないの。ちょっと残念でしたけど、一曲歌ってもらおうと思ったので。マジか。俺、歌音痴なんですけど。あー、ここになんか、すごいですね、あれ。あそこにちょっと、なんか穴みたいになってるのかな。それでここ結構。あ、山本さん。ここで魚釣りできます。魚釣りだ、なんか魚釣りだっけ、なんかできますよ。ああ、これあれできるじゃん。なんだっけ。あ、滝抜かれるやつ。そう。あれ、見せてる。ちょっと落ちるね。あ、岩さん了解です。じゃあ、こんなに。じゃあ。すごいもんな、これ流れが入ってるから取れない。雨の日は絶対に上がってるけど、ここ。やっぱ一応電波がね、そこそこあるんで、なんとか今、できてるんだよね。すごいっすね、もう水のあれが。今日はとりあえずこの後に4点、もう雨なんで、4点ちょっと飛んでいくかなと思ってます。今日はちょっと2点だけしかちょっと電波が入らない。電波入らない。あとちょっと、本当は4件ちょっと今日あるんですが、ちょっと収録だけして YouTube 上げて形になっちゃうと思います。ね、もしよかったら YouTube の方に、まあ、来ていただけると。え、ペットボトルに入れてもね、いやいやいや。乗れないんですよ。ただ、試した人がいるんですよ。あとなんか、有名な方が。手ですくって、なんか飲んでた方が。飲んだんですよ。うわ、まずっってやってたんで。いや、危険が伴うんで、ちょっと無理ですね。しかも、その、下の、あれ、なんだ、その、なんだ、あれ、字幕的なやつで、真似しないでみたいな感じで書いてあるんで。
これさすがに飲みたくないですよこれ。まあ綺麗に見えますけど汚いですそう、水半端ないんです。はい、入れないですね。あの、はい、あ、水ね、そうそうそう、水はね、ここのはね、飲んだ方が言ってるので、水やったぐらいで、手で取って水半端ないんですよ。いや、マジって飲むなーってあれですけど、うん、みんな風がこっちから来てるよね。ですね。お水が変わったの通りましたね。ザバザバーって、この水の音ですね。来てますよね、やっぱり。うん、来ちゃってるよ。ちょっと時間ごまかせば多分何でもいいけど。ね、多分これあの皆さん見えてるかな、これ路面。ただ水が流れてるんですよ、これ路面に。天気予報の雨雲だと、雨雲レーダーだと。ですね、トンネルの中に。はい。うん、9時にはなんか晴れるみたいな感じで書いてあったんですよ。晴れるってか曇りです。曇り、雨は止むみたいな感じなんですよ。